子供も11月に七五三をやるので、私にとってこの子は子供と一緒なので、お子さんと一緒に、の時期に、同じ時期に来てみました。年々お子様の数、人数も減っておりまして、その分ワンちゃん猫ちゃんに愛情を注がれる方も多くなっておりますので、そのワンちゃん猫ちゃんの3歳5歳7歳の節目にしっかり神様に感謝をいただき、またご加護をいただいて、今後も皆様と元気よく過ごせていただけたらなと、座間神社ではご奉仕しております。